RT in Japan をご覧の皆様、こんばんは。ニーヤレプリカントバージョン 1.22474487139 の奏者を務めさせていただきます。アリスと申します。よろしくお願いいたします。解説には、ディスコさんに来ていただいております。で、このゲームを走る際の一つの注意点なんですが、このゲームはね、よくソフトロックが起こります。なので、ソフトロックが起こった場合は、バックアップ用のね、セーブデータを、使用させていただきます。では、3カウントで、始めようと思います。では、行きます。3、2、1、スタートです。はい、グッドラックです。ということで、ここから解説ディスコに変わります。最初はね、メッセージスキップが、大半なのでね、その間に、ゲームの説明、これ、ロード間違ったくない？ごめん。いや、データ間違えんなよ。はい、仕切り直し。いや、今、タイマーストップしてるからいいよ。うん、よし。はい、ということで。ここからね、解説ディスコに変わります。最初はね、メッセージスキップがほとんどになりますので、まずはゲームの説明の方をね、させていただきたいなと思います。このゲームね、エンディングが5種類ございます。で、そのために、1つのデータでね、5回、5周しないといけないんですね。で、今回走るのは B、つまり2周目に当たるものになります。B エンドがスタートして、B エンドのエンディングを迎えるまでのタイマーを計測いたします。でですね、2周目以降は、1周目の途中からスタートすることができるようになっています。なのでね、まあ、細かく言うと、少年期と青年期っていうのがあるんですけれども、まあ、その青年期のところからね、スタートすることができます。なので、この後すぐにボス戦が始まるんですが、それは、まあ、途中からだからということで、よろしくお願いいたします。はい。まあ、ちょっと、初手ガバがあって、動揺してるけど、頑張ってメッセージ送って、緊張しすぎなのよ。はい、ということでね、ボスジャック戦でございます。2周目以降のデータはね、強くてニューゲームということで、このデータもね、カンストデータを使わせてもらっているので、敵がすごく柔らかいです。触手の方をしっかりとロックオンして、触手を壊していきましょう。あとはね、流れで、アタックゲージの方を壊していくといいでしょう。この後もね、すぐにまたメッセージがいっぱい入って、メッセージスキップの時間になるのでね、まあ、ここの時間を使って、前半のストーリーの説明の方をね、させていただきたいなというふうに思います。まあ、主人公、あえてニーヤって呼びますね。ニーヤにはヨナっていう妹がいるんですね。でヨナちゃんが、まあ、病気になっちゃうんですね。でその治療法を探すために、まあ、うろうろしてたニーヤのもとに、まあ、白の書っていう喋る本が現れます。まあ、曰くね、力を失っているということで、その力を取り戻すお手伝いをして、力を取り戻したらね、ヨナちゃんの病気は治せんじゃねえのか、みたいな感じでやっていくわけですね。で、まあ、力を取り戻したんですけど、その時に魔王が来てヨナをさらっていってしまうっていうのが、まあ、少年期にあった出来事です。なのでここからはね、そのヨナを取り戻すっていう物語に、まあ、簡単に言えばなっていきます。まあね、いろいろ言いましたけど、まあ、2秒で分かるストーリーの説明としてはね、まあ、妹を救うためにね、世界を滅ぼしているっていう、まあ、その最中ですね。はい、もうニアレプリカントはもうその一言で終わりますね。はい、ということで、もう少しね、まだオープニングの部分が長いので、まあ、今の間に奏者の、ね、説明の方をさせていただきたいな、紹介の方をさせていただきたいなと思います。スピードラン .com 上のね、ニーヤレプリカントの、まあ、リメイク版って言いますね、の、まあ、全7カテゴリー全てにおいてですね、もう世界4位以内の、記録を持っています。まあ、本カテゴリーにおいては、世界2位で、グリッチレスではね、世界1位の記録を持っています。またね、まあ、別ゲーというか続編にはなるんですけれども、ニーヤオートマタでも日本人2位の記録を持っていてね、まあ、若干1年で、こんだけたくさんの記録を樹立したスーパーホープっていうことでね、まあ、僕は立つ瀬がなくなっちゃったんですけど、そのおかげでということで、アリス君はすごいこう、まあ、期待の新人ということで、皆さん応援してくださいね。はい、まあ、相当僕もですけど緊張してるみたいでね、本番前もすごいトイレに行ってたんで温かいコメントお願いいたしますよ。まもなくオープニングが終わるかなっていうところなんですけども、まあ、この B エンドっていうのはね、1周目にはなかったムービーだったりとか、まあ、イベントっていうのが差し込まれていくことが多くてですね、まあ、こう暗転してメッセージが出てくるようなシーンだったりとか、まあ、飛ばせないテキストがね結構出てくるんで、まあ、ちょっと待ち時間があったりするような、まあ、ルートにはなってますね。まあ、1時間ちょいの走りになるとは思うんですけれども、操作する時間は実質45分ぐらいなような気がしますね。はい、ということで、ロードを挟んで、ここから、これですね。これ、差し込まれるやつね。ですね。ちょっと、自分も緊張してるんでしょうね。早口すぎて、普段よりも、早く
終わっちゃいましたね台本が。ちょっと落ち着こうしっかりお互いに。あ、1点だけ解説からのすいません、そういえばあの注意点がありまして、ちょっと生活音が入るかもしれませんっていう、それだけあのすいませんがご了承ください。はい、まあ、ちょっと他にも住んでいる方がいらっしゃるんで、はい、ということで、はい、ロードが終わってね、ここからが操作パートになっていきますね。ニアレプリカントの移動はですね、まあ、大人になったら武器種が増えるんですけれども、この今装備している槍ですねを使って、この回避と弱攻撃を繰り返していく移動っていうのが、まあ、一番早い動き方になります。でアリス君の動きを、ね、見ていると、時折、ね、片手剣に切り替えて、片手剣で移動するシーンが出てくるんですけれども、槍の、ね、移動だったら段差に引っかかっちゃうんですね。でアリス君はそれを嫌って、ね、段差があるところでは片手剣の強攻撃ぐるぐるぐるって回るやつですね、で移動します。まあ、それは、ね、かあの段差を無視して、あ、まあ、多少ですよ、多少の段差を無視して移動ができるので、まあ、それを好んで使っているっていう感じですね。これマップをしっかり知らないとできないので、まあ、やり込みが見える点でございますね。はい。で、今からね、石の神殿っていうところに向かっていくんですが、先にグリッチの説明をさせていただきますね。もうすでに使っているんですけれども、使ってる感がないからね、使ってるようには見えないけど、まあ、グリッチを使って、まあ、もういや、まあ、すでに使ってます。まず一つね、ガードリフトって呼ばれるのが、まあ、今も使っている技ですね。こちらですね、本来、設置中、まあ、地面からしか、出せない切り上げ攻撃っていうものがあるんですけれども、それをジャンプの途中で一瞬ガードを入力することで、空中でね切り上げ攻撃を出すっていうグリッチになります。まあ、これがね高さが稼げるっていうので、非常に有用な、グリッチ技になっています。フレームワードでねすごい難易度が高いんですけれども、アリス君今んとこミスなく、出してるんで、皆さんこういう動きができるというふうに思ってるかもしれないですけどこれができるようになるには相当練習が必要ですね。はい。で、まあ、その派生みたいなところでインフィニティハイって呼ばれるね、主人公が無限に上昇していくっていう技があります。これは使うときにまた説明いたしますね。で、まあ、本カテゴリーでは使わないんですけれども、ラダークリップっていうはしごを通り抜けるっていう壁抜けがあります。あとスーパージャンプ、これも1回ぐらいしか使わないんですかねっていう技があって、まあ、これもガードリフトの後に、魔法かガードとジャンプを同時入力することでジャンプ力を上げるっていうグリッチ技があります。はい。まあ これらを駆使して、クリアをね目指していきます。結構ね見てる感じではグリッチっていう感じがするような技はあんまりないんですけれども、しっかりグリッチで普通にはできない、動きをしているんですけども、なんかスムーズに動きすぎてグリッチって分からないですね。ね、石の神殿ですね。石の神殿は今から内部に侵入していくんですけれども、本来階段を見つけてね上がっていくっていうのが、通常のルートなんですけれども、真ん中にある吹き抜けをね、グリッチを多用して無理やり上がっていきます。ちょっと素早すぎて何が起きるかわからないかもしれないですけど、刮目して見るべしということでね。石の神殿に突入です。ああ突入してくれよ。まあ、英語なんで、英語でやってます。メッセージを送る速度がね日本語の倍早いので、英語でやるのを推奨してます。まあストーリーを知っているからこそできるんですけどね、まあ、ぜひ初見でやる方はね日本語でちゃんと楽しんでくださいね。こういうところとかも本来届かないんですが、こうやって、ガードリフトを使うことによって上に上がっていくことができます。無理やり木の裏に行ってもう一回ガードリフトで上の段に上がります。で反対側に向かってロングジャンプを出しながら、よいしょ、はい、ということでね石尾神殿の最上階まで届きましたね。はい。まあニアにとってあれはね階段ですね。螺旋階段途中で切れてたように見えるかもしれないですけど、ニアにとってはあれでも階段ですということで、最上階についてくれよ。そう呼び差し込まれてくるね。まあ、一応あのグリッチを使わなくても今のような感じでね、あの階段を無理やり上がっていくって技はできるんでね、ぜひ興味がある方は挑戦してみてくださいね。はい。ここのね外壁の移動が一番見てて分かりやすい、その段差を片手剣で越えるっていう動きになると思います。これがねこの段差はね槍だったら引っかかるんですね。片手剣だったらこういう感じでするっていくことができます。
でこの後とかもよくマップ覚えてるなって感じなんですけど、ここに木の根があるんですけど、ここも片手剣使わないんかいということで片手剣でぐるぐるしていくことができますね。はい。でここで、鎧が来た、小物がいっぱい出てくるんですが、あんまりあの強いんでね、もうカンストデータなんでレベルもマックスで武器も、最大強化されてて、全てのアイテムを、上限まで持ってるっていう最強データになるんで、ね、もう柔らかくて仕方ありません。ということでボスグレーテル戦です。こいつも本来だったら 2,3 ターンかかるんですけれども、攻撃力が高すぎて1ターンで第一段階を終わらせることができます。はい、第2形態に入ります。第2形態も速攻で倒れます。今綺麗に決まった感じがする。で第3段階はもう動かないんで、そのまま削り切りましょう。このあとカイネが、暴走するんですけれども、まあ、オーバーキル気味のねお友達パンチで正気に戻してあげましょう。はい、もう HP はゼロよっていう感じなんですけどね、攻撃をやめないアリス君は鬼畜ですね。はい、ということでここで、後半、成人編のね、成人編、成年になった、後半のストーリーの目的である石板を集めようっていうね目的が出てきます。どうやらこの石板を集めるとね、ここの封印が解けるんじゃねえかっていうことでね、ここから石板集めに奔走していくことになります。ちょっと早口で喋りすぎかもしれん。一人ついてる場合じゃないね。はい、このあと、大人になるとねルートを自分で選んで、進んでいくことができるんですけれども、まあある程度なんでルートなんてありません。選択肢は、常に決められたものを行きましょう。まずはロボット山というところに向かっていくことになります。よし。この時点では、あ、この時点では船使えるのか。使える、使える、使えるよね。でもこの位置からだったら、門に行った方が早いんで門から行きます。北平原ではイノシシに乗って移動することになります。イノシシの操作がですね結構難しいんで、まあ要練習ですね。壁にぶつかると結構のロスになるんでしっかりと練習する必要があるところです。よし。で、崖の方に向かっていきます。はしごがそこにあるんですけどね、崖の方に向かって、ここで、ガードリフトを使って高さを出して、向こうの橋の上の段に飛んでいくことになります。よいしょ。このゲームはですね、まあ、あのはしご、石の神殿のはしごのところでもアリス君がジャンプして移動してたと思うんですけど、あのはしごを登る速度が結構遅いので、はしごをできるだけ登らないようにジャンプとかで高さを出して、あるいは今みたいに、上の方まで一気に行っちゃうっていうようなショートカットが結構有効です。ということでロボット山です。ロボット山のストーリーはね結構あのなんかあのそうですね、まあ、ロボット山に着くとですね、あの、まあ、本当は兄弟で、武器屋を営んでいたんですけれども、お兄さんが亡くなったっていうムービーが入ります。まあね、ちょっと明らかに弟の過失で亡くなったような感じがするんですけれども、まあ、弟はねその事実を受け入れられずに、まあ、その場にいたねロボットであるピーちゃんとね魔物のクレオに、まあ、その自分の責任をね投影してしまうんですね。でニーヤに武器を作るからね敵討ちをしてくれっていう流れで、まあ、武器に必要な素材を取ってきてくれっていうのが今からの話になります。はい、もうちょっと言っちゃったんで今から何言えばいいか分かんないですね。はい、ここで話しかけると、その兄が亡くなったって話と、その武器は素材をねこれを集めてきてくれっていう話になりますね。はい、で、まあ、先ほど説明したんですけど、カンストデータで全ての素材も全部持ってるんで本当は持ってます。でもやっぱりこう相手の顔を立たせるために一回ここは取りに行くポーズを見せなければなりません。これはやっぱり大人としての礼儀ですね。一旦取りに行ったよっていうポーズを見せるために、行動の中に入っていきましょう。はい、で入ったら、いや持ってんだろみたいなメッセージが出てくるんで、そのメッセージを飛ばしてすぐに戻りましょう。であたかも今取ってきましたよみたいな感じで、カンストしている素材を1個あげましょう。まあこれもやっぱりね、あの相手の顔を立たせるためのね必要な要素ですよね。はい、やっぱり直近。はい、でこのあと、素材を渡した後に選択肢が出てきます。ちょっと英語なんで何て書いてあるか分かんないかもしれないですけど、あの下の選択肢を選びましょう。ここは選択肢を選ぶっていうのが、次のルートのフラグになっていますので、間違いなく選択しましょう。間違ったらかなりね、
もうてかやり直しですね、間違ったらはい、豊弟子さんの選択肢を選んで進んでいきましょう。まあ日本語だったらポポリさんのところへ行くっていう選択肢になりますよし、では戻っていきましょう。村に戻っていくんですけれども、ちょっと先走りの説明しすぎてて、あでもここどうせ時間が余るのか、村に戻るとですね、ポポルさんにねお使いを頼まれるんですね。なんだっけ、操船、あの一緒に神殿に行くところ船に乗ったと思うんですけど、あの船の、操船をしていた赤いカバンの男がね仕事をサボってると、どっか行ってるということでね、様子を見てきて来てほしいっていうふうにお願いをされます。なのでね、海岸の町、赤いカバンの男の家があるね、家があるのかな家がある、赤いカバンの男の家がある海岸の町に向かっていくことになります。それでですね、ここからがね、こっからちょっと次のボスまでがね、画面があまり動かないっていうか、まあ動きはするんですけど特に何もないんですよね。すごいムービーがいっぱい入ってきて、で移動ばっかりなのでちょっと頑張って喋らないといけないところになってくるんですけど、まあ、まずはねストーリーのお話の方をねしておきますね海岸の街で今から始まるストーリー、もうちょっとネタバレになっちゃうんで あれですけど、海岸で始まるストーリーは人魚姫って言われるストーリーで、まあ、このリメイク版になって、実装されたストーリーになります。なんでプレステ3とかのやつではねないですねまあ容量の都合でカットされたっていうお話であるそうなんですけれどもね。はい、でまあ、どんなお話かっていうと、まあ、怪しい沈没船がね漂着してるんですよ、海岸の町に、うん、でまあ、なんとなしに気になった郵便屋さんがね、沈没船に入っていくと中に少女がいるんですね。はい、一人だけの少女がいたんですね。なかなかうまく言葉も喋れないし文字もうまく書けないし、まあ、意思の疎通がちょっと難しい中で、まあ、女の子一人は危ないよっていうことでね、郵便屋さんはね海外宿を世話をしてあげるんですね。食べ物を持ってきたりね。はい、でまあ少女の方もね郵便屋さんと楽しく過ごしたいっていうところからね、お歌を真似してみたりね、文字を書いてみたり、赤いカバンを身につけておしゃれをしてみたりね、人になるために人を食べてみたりね、いろんな努力をするわけですよ。はい、でその一連の流れが今から飛ばせないムービーで出てきます。ちょっと英語なんで、もしかしたら今のストーリーが流れてるっていう感じで見てもらえばいいかなって思います。映像としてはもう船の中で少女と郵便屋さんがなんかしてるだけのシーンなんでちょっとその間暇というかね、ちょっと手持ちぶたさんになりますね。うん、まあ、こんな感じでね、まあ、B ルートっていうのは魔物側の視点っていうのはいろんな地点で差し込んできますね。はい、またねこの人魚姫のストーリーは他のストーリーと違ってね、まあ、単独の物語、まあ、カットされてたっていうのもありますけれども、単独の物語になっています。なんでちょっと説明がちょっと難しいんですけど、その話の軸に当たるね情報が、ないまんま始まるんですね。なんでちょっとムービーの量が増えてるって感じがしますね。ロボット山とかは兄弟っていう話の軸の情報があるし、まあ、グレーテルのところに関しても少年時代に戦って、まあ、その敵の情報の軸があるんですけども、今回はね全くないので、まあ、そのあたりをねムービーを増やすことによって補完してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、でどうやらね、まあ、話を聞いていくとですね、海岸の街ではね行方不明者が結構出てるらしいんですよね。なのに誰もあの船を探索しに行かないっていうね、すごいなんか僕は不思議で仕方がないんですけど、どう考えてもあそこだろうっていうふうに思うんですけれどもね、まあ、誰も調べに行かないんですね。はいということでね、まあまあここまで話してもまだまだね、ずっと大体こんな感じの映像が続くんでまあちょっとここら辺でね、まあ皆さんもねもうご存知で耳にタコができているかもしれないんですけれどもね、宣伝の方させてもらおうかなと思います。まあイベントが終わる頃には皆さんも空で言えることができるようになってるんじゃないかなということで、RD in Japan Summer 2024はね、チャリティーイベントでございます。イベントの収益であったりね、グッズの売り上げの一部は国境なき医師団へ寄付されます。また公式チャリティーグッズの販売はね、無敵時間オフィシャルショップにて受け付けております。Twitch でご覧の皆様はね、ページの下部の方にリンクがございますのでね、そちらの方から、まあ、寄付であったり、まあ、商品のご閲覧だったりをねしてもらえればなというふうに思います。はい、またねチャットのコマンドでもねリンクを出すことができますんでね、まあ、びっくりマークの後ろに漢字で寄付だったり、まあ、カタカナでグッズと打ってみるとね、ちょっとなんか自分がスーパーハッカーになったような気持ちになれるかもしれないですね。はいはい、ということで、まあ、ちょっと RTA の方面でもね宣伝の方をさせてもらおうかなと思うんですけれども、まあ、ニア
オートマターをはじめニーアレプリカントも、また DOD あドラッグオンドラグーンですねも含めた、まあ、いわゆるニーアシリーズというふうに一括りにしているんですけれども、まあ、それニーアシリーズの、ね、RTA に興味がある方だったりね、まあ、ちょっと挑戦してみたいなとかいう方に向けたねディスコードサーバー日本人に向けたものもありますし海外の方が参加しているサーバーなどもあります。スピードランドットコム上のねルールの、確認するページにねリンクの方ございますので、もし興味がある方はぜひね参加してください。うんうん、僕以外みんな優しいんでみんな何か教えてくれると思います。はい、ということでねちょっとあの宣伝が多くて皆さんもヘキヘキとしてきたかなとか思いますけど、もう少しゲームに動きがないんでね、まあ、ちょっとこのあたりでアリスとの緊張が解けたかなってことで今更ながら自己紹介でもしてみますか。あそうですか、自己紹介です か、 はい、いきますか。いまいちねまだ緊張が解けてないんですけどまだか、ね、自己紹介じゃあやってみますか。何言えばいいかあんまり考えてなかったんですけど、どうしような、改めてどうしよう。自分は普段からよくニーアシリーズの RT をよく走ってます。主にですねニーアオートマットとレプリカントをメインで走ってるんですけど、そうですね、でもですねかなって感じが、自己紹介って言ってもそれぐらいかなっていう感じがあるんですけど、終わりなんかもうちょっとなんか感動的な話とかしてくれよ。感動的な話、感動的な話なんだ。いやごめん無茶ぶりしたわ。無茶ぶり、うん、いやいいよ、はいありがとうございます。はい、なんだろう、そうですね、でまあ、ちょっとここで自分も乗っかって自己紹介をしようかなとか思うんですけど、アリス君が始まる前はね、ああ解説はディスコと申します。アリス君が始める前はねレプリカントの唯一のねあの日本人走者だったんですけど、ね、アリス君が、まあ、とあるイベントで僕が走ってるのを見てね、まあ、やってみようっていう感じで挑戦してくれて、なんかそこから1年も足らずにねなんかいろんな記録出してなんかどんどんなんか記録抜いていって、なんかもう手の届かない存在になってしまいましたねもはやね、はい。普段僕の方はもうツイッチとかで配信してますんで、まあよかったらフォローお願いいたしますということでね、ここまで話してもまだイベントが終わらないんですね。もうちょっとだけ続くんじゃって言っちゃうちょあれですねもうちょっとだけ続くんじゃってことでね、話していないことをね話しましょうねあこの BGM とかすごくいいんですけれどもあのボス戦とかでね流れるんで、まあ音楽とかのね良さもねニアレプリカントの良さですよね。はい本当になんかうつゲーって言われてる、まあゲームだと思うんですけど、まあシリーズ的にね全部そういう風に言われてるゲームだと思うんですけれどもなんだろう、まあ、その中にねこういう美しさがありますよね、逆にね本当に胸をね胸えぐられるストーリーが多く含まれてる、てかまあ胸えぐられるストーリーしか入ってないようなゲームなんですけれどもね、なんかそう言っておきながら皆さんにお勧めするのどうなのかなとか思ったりするけども、本当にあのストーリーも面白いゲームになってるんで、ぜひね、皆さん自分ご自身の手で、自分の心をねえぐってもらえればなというふうに思いますよ。今ならねマスチームでも 0% オフでね、何円だったかな、ちょっと値段まではすいません覚えてないですけれども、お盆をね、まあ、憂鬱な気持ちで過ごしてもらえればなとか思いますね。はい、これ褒め言葉ですからねということでやっとこそね、船に到達なんですよ。でももうちょっとだけ続くんじゃってことで、ね、もうちょっと暇なんですよ船の中ではね、移動速度がもう制限されてしまうんですね。攻撃行動も取ることができないのでゆっくり動くことになります。まあ、強いて、まあ、ちょっとでも早く移動したいっていう人に向けて話すなら、あのはしごに捕まるときにジャンプしましょうっていう、まあ、ただこれぐらいですかねもうそれ以上にもそれ以下でもどうしようもないですね。うん、やばい、アリスが思ったより自己紹介してくれないから困ったぜ。すごいね。いやいいよいいけど集中して走ってくれ、任せて。あそうですね、
まあ、このゲームの戦闘の話をちょっとそういえば強いからっていう理由で何もしてなかったんですけれども、まあ、このゲームの戦闘についての話しておきましょうか。基本的にはね、黒の玉っていう、魔法をね連打しながら物理攻撃を入れていくって形になります。で、特定の敵とか特殊な場所では、魔法しか通らない敵とかね、魔法しか当たらない敵がいるんですね。そういう時はキーボードとの両刀が認められているので、魔法ボタンをね、キーボードでも連打してコントローラーでも連打したりすると、戦闘が早く終わります。なんか最初外国人の奏者の世界一の方の記録とか見てたら、戦闘がものすごい早いんですね。化け物みたいになんか黒の玉が出てて、何事これ何事かって思ってたら、なんかあのキーボードも使ってやってるからそれだけ早くあの魔法が打てるってことで、ね、最初はもうなんかターボでも使ってんじゃねえかって思ったんですけどね自分のただ の無知でしたね。はい結構それで、まあ、今回はね BNG プラスなので強いんでね、あんまり差が出ないんですけれども、A2% だったりね、まあ、グリッチレスだったりとか、その、まあ、1周目に相当するものを走るレギュレーションの場合はね、その戦闘一個一個が非常に重いんですよなんで連打速度っていうのがね、かなりダメージソースが変わってきますね。うんはい、ということで、船の中は特に何も取るものないですね。まあ、この辺りもBNG プラスのいいところで、本来 N2% とかグリチレスだったらお金の、入手するためにね、素材を集めたり、まあ、売るためにですけど、お金のために素材を集めたり、まあ、お金そのものを拾ったりとかしないと、バフを買ったりとか武器の強化とかがね、なかなかできないんですよね。まあ、そのあたりは全く気にせずに走っていくことができるので、このあたりはBNG プラスのいいところですね。まあ、特にね、グリッチレスとかだったら3時間半ぐらいかかるんでね、まあ、1時間あたりで通すことができるっていう、この B エンドっていうのは結構人気があったりなかったりします。僕はグリッチレスしか走ってません、ちなみにああ B 走ったわB も走ってましたあ、僕はこのゲームのストーリーが好きなんでね、グリッチレスで1周目を走るっていうのが結構好きでね、まあ、おしゃべりも好きなんでね、ストーリーの話とかもしながらできるのがね好きなんで、あ、ここに、赤いカバンの男さんの泣き殻がねありますね。今のなんですけど見えましたかねはい、ということで、やっとこそまだかまだか、そうか、切らなきゃよかった、さっきの話切っちゃったから、もうどこまで話したか忘れちゃったよでもこれ終わったら、あ、そうかそうかですね、ここで通常のイベントに戻るか。よし、あ、でですね、ここのボスは、まあ、まあ皆さんももうなんとなく感づいてるかもしれませんが、少女がボスになるんですけれども、まあ、ルイーゼっていうんですけれどもね、ルイーゼっていうのは、まあ、作中でも最強の魔物というふうになっています。まあ、その理由とかはね、まあ、ぜひ皆さんやって、考察をしてみてください。まあ、その最強のなんですよ。なんでね、魔王よりも HP も高いし、魔王よりも攻撃力が高いです。通常プレイだったら普通に攻撃1回食らったら瀕死、もしかしたらレベルとかによっては受からない可能性もあるぐらいの攻撃力の高さを持っています。でね、HP もすごく高いんでね、削り切るのが相当大変なんですけれども、まあそれを RT だったらどうやって倒すかっていうのね、今からご覧に入れましょう。アリス君がそいつに触るなって言ったところでね、船の中に触手が入ってきますね。この触手の動き引っかからなければ、おお、引っかからなかった。あ、こっち引っかかるのか。よし、絶対間に合わない、絶対間に合わないのか。ということで甲板に上がって、なんだ、カイネだよ、カイネのところに行きましょうあ、エミールもいますね、ちょっとカイネしか見えなかったですけどということでボス戦が始まります。やっとこそボス戦までたどり着きましたね。まずは左側の手を、向かって左側ですね、もう右手ですねを攻撃していきましょう。最初は物理攻撃が届く範囲にいるので物理のバフを入れて殴ります。はい、で、一旦攻撃を避けたら腕を上げるので、腕を上げたら魔法のバフを入れて
こここっそり録音してますね、しっかりしっかり録音して、こんな感じで、この時はねアリス君もキーボードとコントローラーを連打しているようです。さてこのまま、顔を削り切ります。まずこれで片方の腕が撃破とするとですね、また看板のところに触手が生えてくるんですね。本来この触手を壊さないと、左手かが降りてこないんですけれども、しっかりとここも、ガードリフトを使ってグリッチを使って、高さを出して直接攻撃をしていきます。タイミングが OK ですね。会話が終わると大ダメージが入って、この感じで、モルゴルみたいな頭をね殴って終わらせましょう。はい、ということでまたここから少し、どうしようもない時間が増えますね。ここは、いわゆる負け入れですねになっています。なので、この右側手前っていうんですかね、右奥っていうんですかね、海岸の海の方に見ましょう。ここにいると、大体の攻撃が避けれますね。HP もうすぐ削ることがこんな感じでできるんですけど、絶対真ん中ぐらいまで行ったら全開されますねどうしても倒せません。なのでこの間にねグリッチの練習などをしましょう。全部の武器種でガードリフト出すって言ってなかった？いや、あっちの今無理の。あ、今は無理だけど。今無理だし、アンチがカイネに取られた。カイネが邪魔してんのか。こんな感じでグリッチ、これこんな感じでグリッチの練習をしましょう。あ、この振り下ろしだけジャンプしないといけないのかな。うん。っていう感じですね。まあまあここは本当に敵の攻撃が終わるまでっていうかパターンが決まってるんで、その終わりまではもうずっとこんな感じです。さあ皆さん、ルイーゼに最後にかける言葉ご存知でしょうか？もしご存知の方がいらっしゃったらね、まあ、最後皆さんでコメント打ってもらいたいなとか思ったりするんですけれども、まあまあ本当に刺さる言葉ですよね。まあ英語なんで僕は代わりに日本語で言いますけどみんなご存知でしょうかね。すごい、本当に今日一回もミスないの。ね。ね。悪くない。覚醒してんじゃん。じゃあ俺も最後のあのセリフ言おうかな。おお、いいじゃん。一緒にルイーゼにとどめさそうか。そうだね。アタックゲージが出ますけども、こんな感じでめちゃめちゃ削れるんですけど、最後のあの X の部分絶対壊せないんですね。なんでもうやられるんですよ。こいつが倒せる、こいつって言っちゃった。ルイーゼが倒せるようになるのは、Dエンドですね。まあそこまでぜひやってほしいですね。まあもちろんEエンドまでやってほしいですけど。いつだっけ？この後だっけ？ここでもう一回タメが入って郵便局員が来る。日本語だったら言えるんだけど、英語だったらなんて言ってるか分かんないからタイミングが分かんない、ね、これ日本語だったらエミールがやだ僕怖いですって言った後にムービーが入るんですけれども、英語なんでちょっと分かりません。ここがここだな、この次か。あ、ここだ、ここか。言わないのか。魔法打つタイミングで、はい、皆さんここで魔法を打つタイミングでね、あの言葉を言いましょう。みんなご存知かな。はい、せーの。 お前なんか嫌いだ嫌いだバシーンってね、言葉のやりと黒のやりでルイーゼにとどめをさせていきましょう。でここは悲しいシーンですね。 B エンドだったらね、最後にルイーゼが言うセリフも、見ることができるんですけど、まあ今ムービー飛ばしたんで見れないんですけどね、なんて言ったかは皆さんその手で確認してください。ということでね、赤い、カバンの男の嫁が、来るんですけれども、赤いカバンの男は亡くなっていたので、亡くなっていたことを正直に伝えましょう。はい、まあ、ここに関してはね、正直ニーヤは何もしてないんでまあ単純に魔物退治したっていうぐらいの認識ですねけれどもなんかすごいいろんな人の中でね、不幸な、結末を迎えた話ですね、ここ。ということでね、まあ、一旦ちょっと切り替えましょう。次のイベントに向かっていきます。まあ、もうぼちぼち武器できたんじゃねえかっていうことでね、武器ができてるかどうかの確認をねしに行きましょう。の前にポポルさんに事の顛末を伝えないとね、ほうれん草大事ですからね。はい、上司に
確認してきてって言われたんでね、ちゃんと赤いカバンの男が亡くなっていたってことをお伝えしに、ポポルさんのところに向かいましょう。これイノシシの操作すごい上手ですよね。このキャンセルダッシュっていうのかな、そんな感じが結構出しにくいんですけど、これしっかりこう駆使してね移動するっていうの早いですよね。これね身を見まねでやったら壁にボコボコぶつかるって本当に狭い道であんだけ、綺麗に操作できてるのはさすがですね。さあポポルさんのところに報告しに行って家のポストに向かっていくことになるんですが、言うことがなくなったな。あ、そうですよ。そう、武器屋のね、武器ができたかどうかの、ね、確認をするためにポストに行くんですけど、なんとね、次のイベントはこのゲームの中でも屈指の幸せなイベントなんです。はい、幸せなイベントなんですよまあ、うつゲーって言われてますけどね、やっぱいいイベントもあるんですよ、ちゃんと、っていうのを、見てもらいたいですね笑っちゃダメだろ、まだ笑うなって感じですね。幸せなイベントがあるんですこのゲームにも。ということでね、武器はできていなかったけど、なんと仮面の王が、結婚なさるということでね、こりゃめでてえイベントです。ぜひとも祝いに行きましょう。槍をぶん回しながらね、しっかりと槍をぶん回しながら手土産一つも持つこともなく、砂漠に行ってね、仮面の街へ向かいましょう結婚式なんてね、すごく幸せなイベントじゃないですか。とてもとても喜ばしいですよ。おう。よし。まあ仮面の街は特に、王の館にまっすぐ行って、イベントを消化するって感じになりますね。はい。結婚ですよ、結婚。アビニアシリーズとかはね、すごい魅力的なキャラクターもいっぱいいると思うんですけれどもね、どうでしょう皆さん、どんなキャラクターが好きですか。どのキャラクターが好きですかね。まあすげえ雑な振りですけれども、僕は圧倒的にカイネが好きなんですけどね。シリーズで言ったら 2B が人気なんですかね、やっぱりね。アリス君はどうですか、シリーズ通して。そうですね、シリーズ通してだと、ニーヤリインカーネーションっていう、スマホのゲームがあって、もう今はねサービス終了しちゃってできないんですけど、ここに出てくるね 10H っていうキャラクターがね、自分だと割とね好きなキャラクターに入りますね。あーと、なんかキャラ一人一人に魅力があってね、男女問わずですよ、すごいこう、抱えてるものは結構深かったりするんですけどね、すごい魅力的なキャラクター多いんでね、ほんとキャラものとしてもね、楽しんでもらえばいいですよねまあ深く掘り下げていったらどん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 沼にはまっていくんでね、好きなキャラクターの話はこれで終わりましょう、ということでね、今結婚相手の紹介がありましたね。花嫁はフィーアと言います、少年期にね、仮面の王を、助けるためにね活躍した女の子なんですけれどもまあそのことね、まあめでたく、ご結婚なさるということでね、もう明日結婚式らしいんでね、明日結婚式らしいんでちょっと一晩休んで結婚式の準備しましょう。みんなで華々しくお祝いしましょうねあ、このあとね、当日になったら大事なレギュレーションがありますね。そういえば、あ、そうだね、そう、大事なレギュレーションがあります。それしないと記録が受理されないので、ある程度走る人は忘れないようにしてください、ということで、このムービーが終わったら、当日になるのかな、すごく大事な、もうこれ絶対やらないといけないですということでね、この仮面の民たちと一緒に、お祝いダンスをここでしっかり踊りましょう。2と3と4とホイッツで、これあんまりずっとやってたらイベント進むんで吹き出しが出るタイミングではやめましょうね。
はい、ということでムービーが入ります。ムービーが入っていきなり、ボスロック戦です。このボスのロックは、物理しか効かないので、物理のバフを入れて殴りましょう。柔らかいのですぐに倒せます。そしてムービーを倒すとなんとフィアがなくなりました。救いはないのかな。ね、本当にね、ここのムービーはね本当に必見だと思います。僕は初見の時に涙を流して声を上げて泣いてたんですけど本当にね、ここのムービーと、まあ、この後のムービー、非常に熱い展開というか心打たれるというか、もう何とも言えないやるせない気持ちになるムービーなんでね、やるせない気持ちになるムービーなんで見てください。そっと紹介なんだよ、なんだろう、紹介するもんじゃないのかもしれんな。いや確かにね、ここから幸せを掴んでいくはずだったね。フィアの敵を打つためにね、狼たちを根絶しに行きましょうはい、ということで狼たちここではね、もうこんだけしかいなくなったかっつって、もう俺たちも最後の最後、徹底抗戦するぞみたいなお話をしていますはい、ということでね、まあ、我々はフィアの仇を討つために狼を根絶しに行くわけだよ。行くぞ、駆逐してやる許さねえ、今から幸せになるはずだったフィアの仮面の王の幸せを奪いやがって、うん、さあボス戦始まったらまずは真ん中にある台座に急いでいきます。一瞬だけボスロックが、降りてくるので、その瞬間に物理攻撃を入れておきましょう。はい、よいしょ、 OK です。あとはですね、狼が降ってくるので定点、ここですね、定点に止まって、魔法をトン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 打っていきます。勝手に狼が吸い込まれていきます。こんだけしかいないって言ってた割には結構残ってるんですよね、狼たち。こんだけいるんだったらなんか別のところで立て直してくれよっていうか、別のとこ行ってくれよって感じですけどこんな感じで定点で打ってると勝手に狼が吸い込まれて、一手数倒すと、ロックの方が降りてきます。一応グリッチを使うとですね、今右上にちらって黒いのが点が映ってると思うんですけど、あれがロックなんですけど、あそこの高さまで届いて攻撃を入れることができますが、ロックが回復するんですね、一定まで HP が減ると。なんで無理に攻撃しに行かなくていいです。で降りてきたらポンポンポンと倒しましょう。ロックはすごく柔らかいボスです。くしくもフィアと同じやられ方でね、ロックは死んでいきますということで敵を打ったところでね、まあ、ちょっとさすがに昇進の王にかける言葉がないので、ちょっと王は一旦置いといてね、武器ができてるかが気になるんで、武器ができてるかポストを確認しに行きましょうすごい武器気にしてる人みたいになるけど、まあ、武器ができてるかどうかがね、連絡が来てるかもしれないので、ポストの方確認しに一旦村に戻りますさあ、家の方に戻ってポストを確認すると、武器屋の弟からね連絡ちゃんと来てます。武器できたよっつって、なんでね、もう一回ロボット山に向かっていくことになります今回はねロボット山に向かうときに北平原、まあ、通るんですけれども、北平原を通るときに、船を使って北平原の真ん中の方まで一回動くことにしましょう。これはポポルがいる図書館から移動するか家から移動するかの違い、あ、じゃないね、あの後もういないんだっけ、いないわ、あ、船乗りさん、いや、いるよ、いるよね、なんか家から出るか図書館から出るかの違いだよね、うん、はい、もう一回ここ、高さを出してからしっかりと向こう岸に飛び移りましょう。さあ、次はロボット山はしっかりと攻略していくことになります。しっかりと攻略していくことになります最初の方で説明したグリッチのね、インフィニティハイという技を使っていくことになります。まあ、無限上昇ってやつですね。まあ、一応先に、その説明をしておきますね。ガードリフトを出して、まあ、高さを稼いで、本来ジャンプ中にね、強攻撃を押すと、突き下ろしっていうか攻撃になるんですけれども、その突き下ろし攻撃が発生する最初にですね、ちょっと上昇するんですね、ミーアがくるんって。なんでその上昇している途中に、スタートボタンを経由した武器変更をすると、もう一回
モーション最初からやるんですよ。なんでもう一回突き下ろしの最初の浮上するモーションが入るんですね。それを武器交換を交互にやっていくことによって、交互じゃなくてもいいんですけど、まあ、武器交換をやっていくことによって何回も出して、何回もその上昇部分をやっていくってことになります。それで、一応理論上はそういう感じなんですけど、見た方が分かりやすいと思うんで、まあ、ぜひ見てください。これはねすごい集中力が必要だし、失敗するとそれまでにやった上昇分というか時間が無駄になるのでいやらしいんですよね。はい、ここです。でスタートボタンを経由して出します。武器変更自体はショートカットメニュー十字キーからできるんですけれども、十字キーで変更した場合はそのまま普通に落下していくんで、こんな感じで、スタートメニューを経由して武器を変えていきましょう。これを押して無限上昇していき、あ、危ない、危ない。はい、無限上昇、無限上昇、一定の高さまで来たら壁を抜けましょう。はい、これね今、壁を抜けました。ここで、一定のタイミングでこんな感じで黒の槍、まあ何でもいいんですけどモーションを起こさないと死んでしまうので、こんな感じでね魔法を打ちながら、これあの右下のミニマップを見てもらったら分かりやすいと思うんですけれども、これ進んでますよ、ちゃんとほらね、進んでます、右下の方に向かって進んでいます。ロードポイントがあるところ、マップで言ったら、灰色の三角があるところまでね、移動することになります。そこまで死なずにねしっかりとこうやって、魔法を打ちながらね進んでいきましょう。これ進んでますよ。うん、いやこれは進んでますね。これ落ちてるわけでもないし、ブラジルに向かっているわけでもありません。しっかりとロードポイントに向かっていってます。さあ間もなくねロードポイントに行きます。高さの概念があるのかどうか分かんないですけど、まあロードの地点まで着くと勝手にロードが入ります。なので次のマップに移動することができます。はい、ここではもう一回、インフィニティハイを使う場面がありますので、もう一度皆さんご覧ください。次はちょっと見にくいかもしれないけどね。ここの強制戦闘は、逃れられないのでしっかりと倒していきましょう。あ、なんで今の移動したのかっていう話しておきますね。ロボット山はこんな感じで部屋に閉じ込められて強制戦闘っていうのが何箇所か起こるようになっております。またねトロッコを動かすっていう、まあ、ちょっとスクロール 2D スクロールみたいな感じの、マップがあったりして結構時間を取られるんですよね、いくら強いといってもね。なんで、今の感じで、マップごと飛ばしてしまうっていう、動きをしています。こっちも全然正規ルートじゃないんですけどこっちに行きましょう。はい、ここの右上のポットに乗ってここから、インフィニティハイをもう一度出していきましょう。こことかはねモーションが見えないので結構難しいんですけれども、さすが危ないよ。よし、しっかりと回数こなして超えていきましょう。で反対側にあるロードポイントに、今向かってます、向かってます、向かってます。はい、着きました。すごいですねこれね、まあ、会場の皆さんも画面の向こうの皆さんもね今拍手をしていることだと思いますけれども。これすごいですよね。ということでね、もうここまでって言ってもちょっとやったことない方には分からないかもしれないですけども、これボスの前までね来ております。非常に早いですね。レベル上げたり敵から落ちるドロップアイテムを集める必要がないっていうところで、どんだけこうカットできるかっていうのがねこの BNG プラスのね強さですので、素晴らしいですね。さて、ボス P ちゃん戦、さすがに HP 削るのは無理だったらか、無理よね。うん、さすがにね。うん、さあこの穴を落ちたら、ボスピーチャン戦です。魔法のバフを入れてサクッと倒しましょう。途中で出たね中ボスと同じなんで正直弱いですね。はい、終わりですね。で、第2形態みたいな感じで入るんですけど、グリッチを使ってはいけないカテゴリーだったら、ここに来るまでの道中に HP を落としておくことによって、もうあと1回2回飛び降りたらねゲームオーバーになっちゃうぐらいの HP に削っておくことによって、このタイミングですね、この落盤攻撃が始まったタイミングでゲームオーバーになると、この攻撃自体をカットして、この次のシーンからね
始めることができるっていうカットがあるんですけども、まあ、それをするぐらいだったら、しっかりとね、インフィニティハイを使ってカットした方が早いっていうことで、ここはしっかりと、まあ、見ていく形になりますね。でクレオが落ちてきます。でクレオ削ります。この子たちは何も悪くないんですけれどもね、裁きの鉄槌をということで、はい、終わりですね。ここがねちょっと胸クソなんでね、あんまりなんか嫌なシーンなんですけれども、ピーちゃんとクレオを倒すとね、弟くんがやってきて倒されたピーちゃんをねボコボコに蹴るんですね。蹴らせるな無理なんですよ、止まらないんですよこいつ、話しかけてもということで、一旦そこを後にしましょう。もう二度と来ることはないでしょう。はい、ということでね、次はね、神話の森に向かっていくことになります。今回英語版でやってるんで、次は英語のテストの時間になります。問題数は2問ですね。配点は1問50点で、まあ、2問で100点という形になります。100点取るまでね帰ることができないので、皆さんも、集中して画面の方をご覧ください。親切なんでね、英語の、問題問いの方だけはねお伝えしておきますね。少女の目瞳の色はっていう問いと、がこれが問い1ですね。で問い2は、女選手と共に旅した選手の数はですね、人数はっていう、この2問が出ます。英語の文章の中でしっかりとねそれを読み解いて、お答えくださいね。あれじゃない、リスニングテストじゃなくてなんか読解テストじゃない、多分読解か、読解だと思う。そうだね、しっかり読んでくださいね。まあアリス君も一瞬手を止めると思いますので、まあ、その瞬間に少女の目の色と、人数、兵士の人数をねしっかりと、確認してくださいね。答えられなかった方はずっと神話の森に留まることになるんで、9分の1を引くまでね、とどまることになるんで、しっかりと文章を読みましょうね。ちょっと僕は見えるか分かんないですけど。はい、ここです。おお。いや、いける。はい。多分。さあ、どうでしょう。はい、このテストで合格できなかったら、皆さん、神話の森で眠っていてくださいね。アリス君はしっかりと100点取れたんでね、合格ということでね、石板を上げちゃいます。めっちゃ早かった。はい、早かったね、止まらなかったからすごかったね。まあ今のはね、文章中にその問題の答えが出てくるんですけれども、まあ、日本語でも同様ですね。はい、まあ、日本語は日本語で、まあ、同じように瞳の色と、人数が聞かれるので、しっかりとね、見てからメッセージをスキップしないと、なんかメッセージスキップするだけだろうみたいな感じで送ってたら答えられません。まあ一応答えは3分の1なんで、3分の1を2回当てればいいですね。はい、ということで一旦石板が、5つ集めないといけないんですけれども、4つ集まりました。ポポルさんに報告しに行きましょう。ここのイノシシの操作さすがですね。僕は9割当たるんですけどね。結構神話の森とかはね、賛否両論あるところではあるんですけど、僕は好きなんですけども、結構考察とかには使えるというか、考察とかにつながるような、ね、内容が入っているようなパートが多いですね。よいしょ。あんなにものすごい勢いで読み飛ばしたけど、しっかりと読みながらね、初見プレイの方はプレイしてくださいね。ということで、ポポルさんのところに行ったら、次は崖の村に、なんか崖の村がリニューアルオープンしたらしいんで、行ってみましょう。崖の村ですね、ちょっと移動が特殊な移動の仕方をします。そこの説明をしておくと、まあ、その名の通りですね、崖の間に、村があるんですね。その構造上ね、落ちやすいんですね。橋を渡してこう細い道で村がつながってるって感じになるので、で落ちやすいっていうのの落ちやすいためにリスポン地点っていうのが結構何箇所か配置されてます。でリスポン地点を更新するためにはリスポン床を踏む必要があるんですけども、あえてそれを踏んだり踏まなかったりすることによって自分に有利な、リスポン地点に設定してイベントを進めていくっていうやり方を取ります。
Isn't it, Kaine? はい、まず右側にあ右手前にある、村長の家に飛び移ります。まあ、これ自体は別に、グリッチを使わなくてもできます。まあ、グリッチ使った方が楽にできますけどね。高さがあるし。まずはここで向こう側の家に向かって飛んでいきましょう。これはね、もしかしたらトロコンとかした人はね、アイテム集めのためにこの動きしたかもしれないですね。ということで一旦ここ飛び降ります。下に飛び降れるとなぜか上にリスポンスします。なのでここで村長に話しかけましょう。さて村長に話しかけて、もうすでに視点が不穏なんですけれども、まあ左下の橋を録音してますね左下のある橋をに乗ります。そしてここの行き当たりが、ここがリスポン床になってます。リスポン床を今踏みましたね。で次の地点、ここもリスポン床があるので一旦越えます。でここもリスポン床があるので踏まないように移動しましょう。で商人に話しかけます。この広場になっているところの両端にもリスポン床が設定されているので、あまり動かないように、戦うことが大事です。特に槍の、弱攻撃を続けるとですね、ビョンって飛んでいったりするんで、なんか不意に踏んじゃうことがあるので気をつけましょう。で、魔物を倒すと飛び降りましょう。するとリスポン設定した場所に行きます。ここで一瞬でイベントを始めることができます。でこのまま、イベントに沿ってね、敵を倒していきましょう。さあもう一度今の動きをして、リスポン地点をここに設定したまんまにします。よいしょ、越えてここは踏まないように、こっちに越えていきましょう。でここも床がリスポンになっているので踏まないように移動しましょう。ちょっと強い敵がいるんですけれどもね、気をつけて戦いましょう。吹き飛ばし攻撃とか食らった時も、たまにリスポン床の方に行ってね、めんどくさいんで、できるだけ食らわないように、移動しないように、難しいですけどやっていきましょう。そうすると、ボス上、あこの人はウェンディって、あウェンディウェンディですね、ウェンディウェンディかウィンディかいつも分かんなくなる、ウェンディ戦が始まります。しっかり削りましょう。そしてこのタイミングでね、魔法黒の防壁に変えておく必要があります。でもう一個黒の防壁使ってるんですけど、一旦ダメージを食らいます。HP を 2,3 回飛び降りたら、ゲームオーバーになるぐらい削っておきましょう。ただね、エミールっていう骸骨くんが回復を打ってくることがあるので、まあ、そういう意味であれ体力調整が結構難しいんですよね、このゲーム。わ、ちょっと大丈夫かこれ。削れる？赤までいったけど微妙だな。もう1回ぐらい？いや、1回飛び降りるもんね。うん。で、もう一定まで削るとこいつは行動パターンが終わるまで、何もできないというか、アタックゲージが出ませんので、最後の行動が終わってアタックゲージが出るのを待ちましょう。 HP はしっかり削れたかな。さてアタックゲージが出たら、アタックゲージを速攻で壊してそのまますぐに飛び降りましょう。ここで飛び降りると何が起きるか、さっき設定したリスポン地点に、リスポンすることになりますね。ですね、ここに飛び移ることができます。そしてここからはしごを登りましょう。ビーム攻撃が追っかけてくるんで渡らないように行きましょう。大丈夫大丈夫、 OK。 で、速攻で裏側に回ります。これで移動分がねだいぶ早くなるんです。で、こっち側で削れなくなったら後ろにある広場に向かって飛び降りていきましょう。ちなみにあそこでビーム食らったらはしごの、大体はしごの上段でしか食らわないんですけど、あそこでビーム食らったらはしごあれ登り直しになるんで、まあ安定を取る人は黒の防壁を使ったりしてね、登ってもいいかもしれないですね。さあ、柔らかいのですぐに終わります。で今飛び降りてね、 HP 調整しましたね。これあと1回飛び降りたらリエムオーバーになるぐらいなのでいいでしょう、いいと思います。なんでこれ HP 削ってるかっていうのは今から知る話。ああそうだ、エミールの記憶があるんですよ、ここね。これね、メッセージ送りちょっとお願いしますね。もう日本語じゃないから何にも分かんないっていうね。ね。
ああ、すっごい、なるほど。いい話ですね。あの、エーミールと勘違いしてる人が何人かいらっしゃるようなんですけど、エーミールは夏の日の思い出みたいな、国語の教科書に載ってた話の登場人物なので、それちょっと違いますね。はい。はい、ということでね、話を送ったら、こんな感じで、やっぱ移動なんですけど、まず飛び降りてみます。まず飛び降りましょう。で、ゲームオーバーでコンティニューしましょう。すると、もうリスポン地点なくなってんでね。村の入り口に戻ってきます。ああ、なくなってるんでねって言って、なくなってることを説明したかったですね。あの瞬間に、ウェンディを倒したタイミングで、崖の村は消滅しました。なので、あそこへ飛び降りると入り口の方まで戻ることができます。さて、石板をすべて集めることができました。残すボスはあと2体です。あと2体って聞いてんって思った方は、やったことがあるプレイヤーの方ですね。おい、いや、でもここはあれだから、ムービーがあるから何の問題もないところ。そう、あと2体のボスで終了になります。あれ、今何分？1時間。1時間らしいですよね。うん、あと多分10分もかからず終わりますね。魔王の城がね、大体20分ぐらいかかるはずなんですけど、まああと5分か10分の間で終わるんじゃないでしょうか。何が起きるかはまだまだお楽しみに。最後の最後にね、大技ありますんでね。ということで、ポポルさんに石板集まったことをね、お話しして、石の神殿の封印を取りに行きましょう。もう一回石の神殿を、まあちょっと高い、段差の高い階段があるんですけど、まあそこを登ってね、石の神殿ね、登っていきましょうね。魔王の城はですね、通常プレイだったら20分ぐらいかかるような内容になってますね。なんですけれども、グリッチを使うことで、とんでもないことをします。僕の好きなイベント1個飛んじゃうんですけどね。ということで、石の神殿向かいましょう。2回目の石の神殿には、魔物が配置されています。黒の護壁にね、ウェンディ戦で変えていたと思うんですけれども、あれ何なのかっていうと、まあ言ったら、あの、無敵時間を発生させる魔法ですね。最大ためをして、発動すると、魔法発動している間はね、無敵時間です。もう何をされても何も食らえません。物理攻撃を食らっても食らえません。なんで、それをセットしているわけなんですけれども、なんでかって言ったら、ここをはしご登ったりするときに、魔法をね、打ってくるやつがいるんですね。そいつに攻撃されて畑落とされるのを防いだり、上の段にですね、近接武器を持った魔物がいるんですけれども、すごい、今とか中田が当たってたかもしれないですね。この当たってましたね今。こんな感じで当たると落とされます。で、近接攻撃を持った近接武器を持った魔物がいるんですけど、なんか運悪かったら、あの、はしごの登ったところに待機してて、そのまま畑落とされるんですよね。まあ、そういうのを防ぐためにね、今のタイミングで黒の合壁を使って、無敵時間を使って進んでいくことが安定しますね。よいしょ。さて、もう一回見ることができます、ここの神殿のスキップ。まずはここでガードリフト出して登りましょう。ガードリフト出して反対側の木の根の裏に行きます。もう一回ガードリフト出して上に乗ります。反対側に向かってロングジャンプを出して、よし、 OK ですね。さすがですね。はい、最上階に到達です。素晴らしいですね。ここがね、まあ一番練習するとこではあるけど、ここは結構難しいんですよね。さて、このまま移動を続けていきましょう、神殿の奥までね。まあ、アリス君が当たり前のように移動してるんでね、なんか当然のように見えてると思うんですけれども、本当にこれ当然にできる動きじゃないんで、通常プレイだったら絶対できないんで、グリッチ使ってるからできてるんでね。まあなんかあんまりこう派手さがないんでね、あの、見てる方の方ではもしかしたら普通じゃんってなってるかもしれないですけど、これはね、なかなか難しい技術なんですよ。ということでね、まあ予定通り開きます。予定通り開きます、ここは。
はい、なんで進んでいきましょう。ここに入った時点でもう後戻りをすることができなくなっています。まずはここの庭園に入っていきましょう。後戻りができないってことは後ろの扉から出たらどうなるのか、反対側の扉から出るんですね。不思議ですね。でここにいる、ハトに話しかけましょう。まあ英語なんであれなんですけども、まあストーリーを普通にやっていたらね、答えられる内容になっていますが、一応選択肢は下した上ですね。さてここで現れるのは デボルとポポルでございます。どうしてって感じですよね。忍びないですねこの2人を倒すのは。あんなによくしてくれたって言っても RTA では何にもよくしてくれてないのに、ね、なんで戦いません門の横からインフィニティハイを出していきましょう。戦いません僕は。僕はじゃないわ、アリス君は戦わない選択肢を取りましょう。そういう選択肢もあります。みんなが生き残る道を探すっていうね。ああまあ世界を滅ぶんですけれどもう戦わずに行きましょう。戦いたくないのだから。さあここがね結構長いんで、集中力を持って、槍から槍へ、武器を交換していきましょう。結構な高さまで。あ、やってもらった。やってもらった。やってもらった。余計なこと言った。ここね、これこんな感じでね、インフィニティハイは失敗するとそれまでの分が全部チャラになるっていうね、すごい特性霊みたいなカードですよね。いやチャラになっちゃうんですね。危ないよ。よいしょ。まあ、それでもね、ここのインフィニティハイでのカットはお釣りが来るんで、やりましょう。できる人はやっていきましょう。俺がドキドキするよ。やめてくれよ。頑張れアリス。やってることは単純じゃんって思うかもしれないですけどね、これ結構タイミングっていうかスタートを遅れたら落下し始めるんで。ね、そうなったらもう終わりなんで、ね、しかも早すぎたらこのなんだスタートボタンが反応しないっていうね。そうなんで結構タイミングシビアなんですよね、このスタートボタンを押すタイミングが。このゲームのグリッチはねボタンのタイミングがシビアすぎるここはね高さの目安が結構つきやすいので、高さの目安まで来たら、まあ明らかにあそこには天井があるように見えるんですけどね、あそこには天井があるように見えるんですけれども、まあ入っていけるんですね。はい、これで、ね、見てもらったら分かるようにデボルとポポルとの戦闘が終わっていません。終わっていないとどうなるかっていうと、次のイベントが発生しません。なのでここ本来は舞踏会って言って、時間経過で敵が出てくるイベントがあるんですが出てきません。またその後に出てくるグースっていうボスがいるんですけど出てきません。なのでこのまんま、ここは通り道でございます。本当はここもグースに追いかけられるんですけれども、ここもグースに追いかけられません。ボスが一体いなくなりましたね。このイベントスキップのおかげで、魔王の城が、10分ちゃいわんぐらい、カットすることができるんですね。その舞踏会もそうですし、まあ、ここでもまたグースと戦うんですけれども、グースとの戦いも時間経過の、ボスとなっているので、もうその強制的にかかる時間を、ね、全部カットすることができるんですね。すごいもぬけの殻の城ですね。無血会場ですね今のところ。はい、でこのまま先まで進んでいきましょう。まあ、僕の好きなイベントは消えちゃったんですけどね。はい、ということでここの扉を開けるとまだでした。次の扉、ね、次だったはい、ここの扉を開けると追いかけてきましたね。ものすごい勢いでデボルさんとポポルさんがさっき無視されたのがなかったかのようにそこで頓挫していますね。ここは、まあ、強制フラグっていう形になってると思いますね。なんで入ったらイベントが始まります。最初からここで待っててくれよって感じですけどね。はい、ということで、デボルとポポルここでは戦います。黒の防壁を使いましょう。無敵時間を使ってデボルをボンボン殴っていきます。さすが最強データ、すぐに倒すことができると
もう遅いんだよっていうイベントも英語だったら聞けませんね。はい、ここも黒の合引を使って、舐めていきます。会話が終わるまではダメージが減算するんですけれども、最強データを使えば、会話中にもこいつの HP を削り切ることができます。よいしょ、早いですね。ということで、ここでニール離脱です。あ、一瞬なんか映りましたね。誰ですかね。あ、今の誰ですかね。誰が何と戦ってたんでしょうね。おかしいですね。なんかチラッと見た感じ仮面の方に見えたんですけれども、誰にやられたんだ。何もいなかったんだかな。おかしいな。はい、ということでここの、雑魚敵は湧いてきます。なので入り口の方に行って魔法のバフを入れて倒しきっちゃいましょう。おかしいね。さあ、ここの雑魚戦が終わるといよいよラスボスとの戦闘になってきます。まもなく終わりますよ。なんかあっという間だったな、始まるとね。あっという間だった。始まる前やばかったのにね。始まる前やばかったのにね。はい、ということで黒の人との戦いです。物理のバフを入れてぶん殴っていきましょう。よいしょ。はい、黒の衝撃波でございます。さて、魔王の第一形態との戦闘になります。ここがね、一番の難関ですね。ルイーゼが一番強い魔物ではあるんですけども、魔王はですね、なんと黒の玉を当てるとですね、バシバシバシってエフェクトが出るんですよ。魔王が何してるか見えないんですね、これ。これもう魔王が何してるか見えなくて、攻撃を弾いたり避けたりするのが難しいんですよ。なんでここはね、吹き飛ばし攻撃をしてこないことを祈って、連撃をして、こんな感じですね、見えないんで。もうここは魔王の、まあ、祈りタイムですよね、だから。通常に連撃をしてくる場合はね、タイミング合わせてガードで弾くっていうことができるんですけども、これですね、これをしてきて弾くっていうのができるんですけど、あの吹き飛ばし攻撃はもうこんな感じでロスにしかならないので、これをあんまりしてこないであんまりしてこないことになるしかありませんね。これもうね、グラフィックにやられてますからね、確実に。あのここはマジで運ゲーです。まあ、黒の弾打たないっていう選択肢もあるとは思うんですけれども、これはね、やっぱり入れないとダメージソース的には足りなくなってくるんで。よし、第一形態のアタックゲージ終了です。こっからはね、特に大したことはありません。第二形態に移行します。飛行形態ですね。最初は飛んでいないので、できるだけこの時にダメージを入れるといいですね。いや、この時はなんか減ってる感じするけど無敵ですね。あ、敵も無敵時間ですね。ということで敵も使ってくると。はい、飛んできました。真下に張り付く形が一番いいでしょう。切り上げ攻撃、これが通常の切り上げ攻撃ですね。ガードリフトじゃない切り上げ攻撃ですね。こういう感じで地面からしか打てないんですけどね、本来は切り上げからの突き下ろしをしながら魔法をどんどん打っていきましょう。はい、 HP が低いんで、やってできてたおしまいです。最後の第3形態です。何千何万と繰り返してきた動きでね、魔王の心臓に槍を突き立てていきましょう。あと2回です。タイマーストップは魔王を倒した後にありますので、ストップはもうちょっと待ってください。さあ、行きましょう。これで最後です。よいしょ、かいくぐってかいくぐって、これで最後だ。じゃああとはアリス君任せます。あ、 OK でした。あとはじゃあ自分がタイマーストップのタイミング言います。難しいんですけどね、タイミング。うん、ここですね。ここでヨナのところに行ったらタイマーストップです。今タイマーストップです。よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何分なんだろう。1時間12分39秒。まあ。おお、まずまずのタイムじゃん。まあのタイムですね。おお、よかった、無事走り切って。あ、ちょっとあれだよ、イチャイチャしてる場合じゃねえや、乾燥した感想の方をちょっとお願いしますわ。そうです、乾燥した感想なんですけど、始まる前の緊張やばかったんですけど、一番最初のね、あのセーブデータを選択するところを間違えたところで、割と緊張が取れたというか、逆にあのミスがあってよかったのかなと思いますね。走りに関しても、割とほとんど目立つミスもなく、走り切れたんで、すごい、なんだ、満足した走りができたかなと思います。はい、感想した感想忘れ、okay. そうです、そうです。
Okay. そんな感じ、okay. は、はい、まあ解説の感想ではないですけど、まあ本当こんな舞台にね立たせてもらって、まあ、アリス君のおかげで僕は立たせてもらってるわけなんですけど、あの皆さん の応援だったりね、あの運営の皆さんのご協力もあって、こんな舞台でこんな感じでこんな感じで喋らせてもらえてありがたく思います。はい、ニアレプリカントね、アニメも、あ、ニアオートマタのねアニメとかもあってね、まだまだニアシリーズは、流行の中にあると思いますんでね、ぜひこの機会にね RTA に挑戦してみたり、もちろんねやったことない方は、まあ、今回 B エンドだったので A エンドからねしっかりとプレイしてストーリーの全貌をまあ知って絶望してほしいなって思いますね。はい、そんな感じですかね。よし、まあ、機進行できてるんでね、他のなんかバックアップで待ってる方もいるかと思うんで、ささっと終わりにしましょうか。うん、じゃあ、あとはお願い。あとはお願い、了解。RT in Japan ね、サマー2024、まあ、まだ2日目でございます。あとに残すゲームもたくさんあります。ぜひね、皆さん最後までお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで、次のゲームは、デビルメイクライ5で、奏者はプリプリおばさんさんでございます。お楽しみということで、ありがとうございました。ありがとうございました。です。